はい、えっ、ー、と彦坂直おです。今私あの長井太郎っていう銀座のですね八丁目のギャラリーさんで、えー、個展をやっている分ですから、その関係でえっ、ー、と次のあの千住弘さんの展覧会のカタログを手に入れました。えっ、ー、とこれなんですけど、その中であの彼っていうと滝を滝の落としてる滝の写真絵、えー、ばっかり頭にあるんですけど、まあそれ以前の作品を 展示するという話で、えっと、こ多分まあ特にこれですけどこれハワイだと思うんですけどあのハワイのなんなんだか大地を描いた火山ですよね火山の大地を描いたものでありまして、えー、ちょっとハワイかどうかう完全に確認してないですけどとにかくあの日本の外 <laughs> 日本の外に千住博さんは出てそれで今もアメリカに住んでらっしゃるんだけどつまり日本画家がです、ね、アメリカに住んで,でアメリカの風景を描いて いるそれでそういう作品なんですよそれでまあ非常に優れた作品なんですねで私はまあ非常に感銘を受けたわけですねあのまあ私の言語判定を言って言うと現芸術芸術反芸術非芸術無芸術があって、えーとまあ、パ,パーフェクトな芸術作品なんですね「えー、創造会象徴会現実会3等分ディープミステリー」「創造会象徴会現実会3等分までありますね」創造界象徴界現実界サントーム 3トムまであ,ります、ね、あのまあ10回はないんだけど4回あって、えっと、4回あるっていうことはまあピカソ級の作家です、えー、大変優れていてでまあ私はまずその作品がいいんでね非常に芸術が成立してるからまあ非常に感動したわけですねつまり今時ですね、えー、あの日本の作家見るともう芸術なんてみんな言葉も忘れちゃって、えー、芸術のない人ばっかりなんですよね。あのまだ 今やってる村上隆さん見に行ってませんけどもまあ正直言ってあんまり見に行きたくなくてまあでも行かないといけないかなとは思いますがつまり村上さんは僕パリも見てるしあのニューヨークのリトル・ボーイも見てるしえとみんな見てきてるんですけどもちろん日本の展覧会もねえっとまあ今やってるのはネットで見てると,えとまあ芸術の芸能人もないわけですよね。 でそういう中で、えーとまあ、村上隆さんと千住宏っていうのは実はあのこれも年齢をきちっと比べてないけどあのかなり近い人でこの人も芸大出身ですけどもあのまあ何ていうかな今だ,だってね今つまり日本のアーティストの中で、えー、とトップクラスっていうのは あの誰なのかっていった時に海外で受けてる面も含めてですよつまり村上隆さんんと千住志なんですよだから私がまあ口にして言ってるのはつまり洋画の系譜が明治以来の洋画の系譜がもはやなくなったねということを言ってるわけですねなくなったというかつまりトップクラスには出てこなくなったっていう状態になるわけですね。つまり日本画というのはです、ね、もともとそのはそ えー、日本の美術史の中で優等遺伝優等遺伝っていうの、うん、ああそう、うん、劣勢遺伝優勢遺伝ってまた全然意味が違うので、はい、だから優等遺伝劣等遺伝の方がいいですねああそうですか、うん、優等遺伝だそうです、うん、でそういう意味ではですね気が付いたらもうとにかく村上隆と千住博さんが出てもう僕私なんかでも最初からそのあのい 滝の絵しか見てないからまあまあって言ってこうまあ見てただけなんですよねでそれがまあそれ以前の作品を今回でいうと以前の作品をみんな展示するという長井画廊さ,さんがね展示すると言ってまあ実を言うとあのこの外のシリーズの前に今の話で言うと外に出てから面白くなったっていう話があってるんですけども、えー、ともう一つは国内で劇場っていう作品があって。 これもねこの「劇場」っていう作品も実は私は奈良、えーえー、鎌倉金美がやったあの日本画展がありましてそこにも行って見てますので私は実を言うとですね洋画の系譜ですけども日本画の方が好きだったんですずっと。ですから、えー、と戦前で言うと、えー、日本美術院を、えー、と夢中になって見てきた人間ですし。 えー、洋画ももちろん見て,見てきてますけどもだからまあ,あの鎌倉金美の,その日本画展っていうのはどういうもんだろうと思って、えー、見に行って、えー、ちょっとまあねな軟弱な展覧会でありましたけども、えー、なお名前が出てこないけど女性の作家の、えーえー、をかなり優遇した展覧会だったのとその中にまあ一点ですがこ,こ,れこ,れこれがあって、えー、これもまあ ほうと思うわけですね。<laughs> それで、ええー、これも今、あの、カタログで見るといい作品ですけども。な、な、何よりも、この、えー、なんてか、ある種の原始的な風景を、こう、書いた、千住さんの作品が。ええー、と、私は、絶賛するわけですね。絶賛するんです。これ、二点だと、こう、こうですけどね。ええー、見える。で、フラットウォーターっていうタイトルですね、うん。フラットウォーター。うん。 それでまあとにかく面白いと思うのはね日本画を描く人がですねあのつまりハワイのキラブエア火山ですね、うん、有名な<う>ハワイの火山ですねうんハワイの火山だそうですそれでえー、とにかく日本画日本画日本画って言ってるね内向けの塊みたいななんかジャンルっていうか領域の人がさついにアメリカに出てでアメリカで 書いて、まあ、それなりに目立ってそれからそのベンチでも賞を取っているっていう形で海外展開もしているというそれから、えー、なんだっけな文化勲章じゃないんだけどなんだっけあ日本芸術院会員かなになったんだね今度はね。でそういう、まあ、展開をしていくっていうことに、えー、つまり日本,日本芸術院会員っていうのは日本国内の内輪ので受けた人が大体芸術院会員になってたんだけどその そそれれががの枠組みがこう壊れ最近壊ててきてるんです、ね、まあただ私はあんまりそういう日本のー芸術権力の中のことをね事細かに詳しく話す気にもならないし自分がそういうところに入るっていうその欲望も一切持ってませんからだからただ私が今面白いと思うのはつまり今という時代がですね 日本のトップに立ってていいるという、ね、あんまり皆さん自覚してないんだろうけどだから現代アートとかそういう言葉を言った時に、えー、千住さんが必ずしも「千住広志村上隆史」という形ではさ、えー、と認識してないだろうと思うから私があえて言うわけですよね。ねで私が実はあの長井さんでやるように私は売り込んで今度は展覧会やってるんだけどその一つの理由はつまり、えー、長井さんが擁してるさ。 作家たちっていうのが何て言うのかなつまりまあやっぱりこう領域としては超一流の領域とか一流の領域とかっていうところを意識してる作家たちなねで,であのドイツみたいにその地獄の底まで降りていったような美術ばっかり出てくるとね私はねまあそういう作家がいちゃいけないとは言わないし日本にもいることはいるんだけどもあの。 一種の日本の中でアーティストがパブリックにこう作品を発表していくっていう一応心構えのある側で言うとね、えー、と暗い気持ちになるわけですね。まあ、まあこまあ、そんなこと言ってても、ね、実は銀座でやったから今度は銀座のギャラリーさんあ銀座のギャラリーからつまり銀座のビルディングをつまり、えーまあ、日本がその海外の植民地になってるかのように有名ブランドがたくさんあってそこで。 新しいビルもう完全にポストモダン建築でしかもそれがあのほとんど装飾建築になっててでその中には163万8,400っていう地獄の底みたいな外装を持っているものがあってそれを見てさあ,あまあ面白いな面白いなと私は思うわけ。<laughs> ついこの間まで嫌ってたのにねまあそういう,うまあ実際アオシビッツがどうこうってこう。 何回も焼き直しされるとさ暗い気持ちになっちゃうんだけどねそれとまあネオナチが台頭してきてるっていうようなことがね言われている、まあ、日本のメディアには出てこないけども海外では言われている状態があるから、まあ、暗い気持ちになるんだけども、まあ、そういう中で、えー、と千時さんのまあ滝がそのいいか悪いとかっていうんじゃなくてその前の仕事を見るとね非常に芸術性の高い仕事でね えー、感心するんです、ね、まあ芸大出身者としてもそこまで芸術を追っかけている人っていうのは今まで見たことないからね,ねだから大体あの有名学,院学芸員ってもう名前言ってもいいんだと思うけども、えー、とあの言うと怒られるけどああの誰だっけ、えー、と金沢二十世紀美術館を作った男ですね作った男、まあ、3人ぐらいです2人か3人で作ってるんだけど。 あのその作った男の学芸員とメー,ルメールで交換して、まあ、23か月コミュニケーションしてたんだけど最後にか彼が言い始めるのは「芸大では芸術を教えませんよ」って言われてさおまあそういえば玉美でも教わらなかったなと思いますけどももはや誰も芸術を教えなくなってきちゃったんだよね。でそういうい中で千住さんははもねあの滝の,絵の前は 非常にに芸術的にレベルが高いっていとうことですねそれはやっぱりすごいと思うわけで滝になるとまあそこまで言わないつもりであるんだけど滝になると,、えー、と村上隆さんと同じで僕が言うピンクアートになるわけですねただピンクアートでも、えー、と村上さんは原デザインデザインしかないんでまあデザインアートのことなんですけどねで戦術さんはゲンデザインデザイン反デザイン非デザイン無デザインって5段階あるの。どっちが格が格上かとというと 5段階ある方が格が上ですうん。それははっきり並べてね2つ絵を並べればねはっきり見えるからね私はそういうのを見てきた人間だからね言うんですよまあ,あの,その今今やってるガローさんとの関係で言うとそこまで言っちゃいけないんだけどあのまあ、今今という時代をとだからね簡単に今までのグローバイーゼーションの時代というのはあのピンクアートの時代だったんだよねただからピンクアートの時代 は私から言えばもう終わると思,う思っているのね村上さんの時代はもう終わるっていうふうに私は思っていますそれはあ,あくまでも私の主観ですよ主観の話でねあの実を言うと村上さんは私の作品も買ってくださってるのでえっとあ,あんまりもうそうすると彦坂は村上の悪口言わなくなるよねって言ってましたけどね間接的に聞いてるけど別に悪口で言ってるわけじゃなくてやっぱり普通に単純に現代アートを いうか僕は現代美術ですけど現代美術の中の作家として状況を見ているとつまり自分だけの作品だけを見ているんじゃなくて全体ですよね全体を見ているだって全体を見なければさ絵っていうのは描けないんだよねみんな団体での作家っていうのは自分のことしか見てないけどもねあの例えばもう時間かなまあ大丈夫ですよ。あの例えばねあの明,明治市以降のの美術の中で 岡,岡倉天心なりそれから誰だっけあの富士山ばっかり描いた人富士山ばっかり描いた有名な作家がいるでしょでそれとあの関西でいうとあの誰だっけ えと猫を描いいたりなんかしてるみんな度忘,、うん、忘れしてるけどそう比較するでしょそうするとつまり関西の人は依然として関西画壇っていう小さな枠組みの中で生きてるところがあるのだから猫を描いたりあのライオンも描いてるし動物ばっかり描いてるわけでねそれに対して、えーえー、名前が出てこないその富士山を描いてた人はやっぱりね近代絵画っていうか日本っていうのは明治維新で 国全体を直轄と横山大観は日本、うん、つまり明治と江戸時代っていうのはつながってるわけじゃなくてその納,税納税とかつまり税金をどこから取るかっていう問題とそれからその戦争した時にえの民衆を動員して、えー、徴兵できるっていう権利それはだから江戸幕府は持ってなかったんです。江戸幕府っていうのはのは藩上に乗っかっかかてるだけだけら 直轄統治をしてないの一切それを明治維新というのは直轄統治をして国家が、ね、税金を全部民衆から取っていくってこととそれから戦争になるとお前戦争行って死ねということができるわけです <laughs> そ,そういうのが近代国家なのだその近代国家の絵画を描こうとしたのが誰だっけ横山大観なのそれははっきり自覚してるわけ。それれで国が敗れてね もはやそのみんながさ左翼になってきちゃう中でも岡倉あ彼は富士山を描き続けたんだよ横山大観ね横山大観僕は一番横山まあ横山大観ってそういう意味では戦争が描かなかった人なんだけどただ、えーと「安寧の夜」っていう作品これは 2, 2点作ってるんですが1点は鎌倉、えー、普通の国立き近代美術館にあってもう1点は、えー、と関西なんだけど何でしたっけな行こうとして一,一度も行けてないですけど。 そ,そこで書いて残ってんだけどそれは日本,日本兵があの玉砕した時に南の海を見ながら絵を描いているという作品なのね、まあ、ものすごくいい作品ですけどそういう意味でもその横山大観に対して私はやっぱりその近代画家として評価する面があるわけですよ。まず余計なことと言うと今の外国人がね、うん いいっっぱい来てるってる話をあの、まあ、僕も観光客をテーマにした写真展やってますけども、うん、そうするとね河口湖に行ったらものすごい外人がいるんだって河、うん、口湖って何かありましたっけって言ったらだから外国人がみんな富士山見に来るので、うん、そうするとねあの、まあ、横山大観の評価もね変わってくるんじゃないのかなって今ふと思ったんですけどね。 うん、だからまあ別に富士,富士山自体はねああいう火山の爆発のあれは何も日本だけじゃなくて世界中に富士山あるわけですよだけどそのなんていうかなでほら日本にはつまり富士山の絵があるわけですよ北斎が描いた富士山の絵を見てみんな富士山見に行くわけですよねそう,だからそうすると横浜大もい,いるんですよだから葛飾北斎のまあみんなね葛飾北斎とか浮世絵をね西洋人がたくさん見たのはさ あれはだから全近代絵画だと思ってるんだけど彦坂に言わせるとあれは近代絵画なんです近代絵画なんです近代絵画だから西洋人が近代絵画を内気持ってなかったわけねね、それを近代絵画として作り出すためにウけオアイディのえのえォ、えークスタいいえ何印象派を始めたわけでその時に 近代改革のお手本として、実は給与が機能したんです。だから、そういう意味ではそういう意見も全く。私とは糸崎さんの少数者意見でしょ。つまりね。今の日本の美術史は間違ってるの？たくさん間違えてるの？まあ、そういうことを私は言いたいんだけど。まあ。 まあ、ある意味ではね誰も聞いてくれないという状態が普通の客観的情勢なのね <laughs> だからまあ私なんかは、まあ、あと何年生きるか知りませんけどもい120生きるんでしょそうそう120生きると言ってるんだけどねだからそういう中でね、まあ、少しでもこうやってお,お伝えしてねあの今の日本の常識ってものをね疑わないと若い人は特に疑わないとダメなのね日本の常識なんてね全くその学問的にもダメなんですよ。 この間、えっと、ああの北沢賢章の,あの「日本に美術」って言葉はないだから日本に美術はないっていうね本が出て、えー、それ最初出た時に、まあ、私は余計なこと言いたくなかったから黙ってたのね北沢賢章って田村家老の,あのなんていうの付き人っていうか田村家老の下にいた人で、えー、っとまあ 全く無名のの段階から私は見てたわけなのでせっかくデビューして、まあ、よかったねと思ってたからねでまあそれが再刊されるからで,で彼がよかったねって言った時に、まあ、彦坂っていう名前を全部削り始めるわけ、ね、それは諏訪直樹っていう作家が死ぬと彦坂っていう名前を全部削っていくので彦坂がいなかったことにしようとしてだから僕を殺そうとしてた人のだから今度ははっきり言うのあれは詭弁なの詭、うん、弁なの 日本に例えば日本に美術って言葉がなかったとしても実は芸術って言葉はあったのそれから美術って言葉がなかったとしても美術がないなんていう言い方はできないのもしそうだったらばに宇宙ができた時にあのなんだっけビッグバンが起きる時にビッグバンって言葉はないのビッグバンって言葉がないのにビッグバンがあったとは言えないというんだったらそれは古い「言霊幻想」っていうね日本の,なんてうの神話の世界の話であってね ね。まあ神話っていうかもう単に素朴な感覚ですよ。あとね、あのニューヨーク近辺の有名学園だった、うん、えっと何でしたっけルービン。ルービン。ルービンはね、あの古代エジプトの研究者だけど、彼はねはっきり古代エジプトには美術という言葉はなかったって言ってるのね。で、だから北澤健章なんてね、その嘘でデマゴーグでね、欺弁なの。で、欺弁をね日本人はあがあがまつるわけ。で今回でもあの。 フェイスブックのお友達ね名古屋にいるお友達がか,かさりかかってさ日本は駄目だってことを言い始めるからだから僕は詭弁だって言って反論したわけ反でしかし近代という時代,時代からこそがそ出発点があったわけで近代以前に出発点がないっていうかだったら近代の近代は終わったし近代の中にたくさんの誤りがあってデカルトを一緒に読書会しようって言ったんだよね。 ね、デカルトを読めばいいんだよ読めばきちっいかに間違いを書いてるかってことは分かるんだよね。誰でも分かる間違い書いてんだから。ね。そ近代が終わったんだから近代批判をしなきゃいけないのにその近代批判をしないでまた近代を重ね切るさあ遅れてきてる人たちが大きな顔してんのまっ、あ、く老害なんだけどね本当に。まあそういう時代でありましてついつい、えー、根が出て、えー、あのまあ 喋りすぎてますから <laughs>。だけどそういう意味で悪いことばっかりじゃなくてですね、えっ、ー、とこういう形でえっ、ーえー、と千住弘氏の千住弘氏のあの滝になる前の作品がね今回まとまって、えー、長いがらおで出ますのであのぜひ見に来てください。あの違うに違う日本あり違う未来があるんですよね。あのあるいは 今まであったいわゆるグローバリゼーションの時代というのが実は村上隆だけではなかったっていう問題ね相対化してものを見るってことは必要なんだよそれからできない人が多いのは知ってるよ僕某大学であの5年間だけど特任教授やったからその時にその某大学の学生たちが比較ができない。 だから日本人の今は若い人たちも比較できない人たちたくさんいると思うんだけど物事にはさ単,単,単線ではなくて電車が走るレールだって伏線なんだからね。ね複雑系。複雑系の時代なんだよね今っていうのはさね単,単純じゃないんだよ複雑なんだよ。その複雑ってことを受けけ入れななきゃいけないよね,ねだからまあある意味で自分,が自分を壊しながら複雑。 複雑な認識をしていただきたいというふうに思います、えー、ご清聴どうもありがとうございました